皆さんこんばんは。こちらはロムナイ放送局の日本語のニュースでございます。ロムナイ統計局によりまと、2022年の年初の8か月間の工業生産指数は、同期に比べて7.79%増加すると推定されています。27の25の製造業が、同期に比べて増加しました。その中で多くの重症産業は、今年の年初、 八ヶ月間で生産指数は大幅に増加し、生意は6.29%、衣服は8.27%、革靴は8.79%増加しました。8ヶ月で大幅に増加したのは、2021年7月と8月に発生したコロナウイルスの流行の影響で多くの企業が一時的に生産を停止したか、 3つの現場などの生産条件で最低値に達しました。今年の年初の8ヶ月間で生産が回復したため、良行になりました。しかし、一部の製造業は原材料や製品消費の面で困難に直面したため、生産指数は他の住所、集団、電子部品、コンピューターなどの製造業で減少しました。特に、 ベッド、テーブルなど製造業が書の主な産業ですが原材料価格の高騰と充実注文の急激な減少により困難に直面していますジェン・ボム君・ボーバンムはこのほど2022年新たな農村基準を満たす村の称号を有予する奇跡点を開催しました19の19基準休暇された 新たな農村建設のため、国家基地セットの53の53ターゲットを管理するために、何年にわたって、バオハン、委員会と人民委員会は、部門、支部大使、大象書、対書書籍を指導し、運営委員会の 各メンバーに特定のタスクを割り当てて効果的な実施のにプロジェクトの内情を綿密に追跡し人々から高いコンセンサスと肯定的な反応を生み出します。現在までに一人当たりの収得は6800万ドン超過し、新鮮的な新たな農村地域の建設前の2倍になりました。生態の100%が水水を 利用ード歴畜産生態の97.5%が廃棄物処理システムを備えています。生態の99%以上が給育を受けており、健康険、加入率は93%以上です。政治的、安全の状況、社会秩序、安全が維持され、人々の物質的及び精神的生活は一時しく改善され、大きな変化を解けました。 農業の損害葬は2022年の年初の7ヶ月間で全国の企業が15億2000万ベロル以上のバンガシスを手術し2021年のロ期に比べて79.8%増加したと発表しました。これは10億ベロルを超える手術残留の一つで 専門家は2022年の年初の数ヶ月から2023年の年初までバンガシスの猶予は高くない可能性があると予測しています。しかし、米国、英雄、旧国、ロシアなどの一部分の大きな市場で依然として見込みです。 東欧州の複雑な政治と英裕でのインフレの上昇により、英中市場ではタクナが付属する可能性が高く、今年の年後までにベトナムのハンガシス輸出の議会が生まれると予測しています。8月28日、欧州連合のジョセプ・ボーレル外交安全組織政策要求代表は、t v で サルビアと高所母が入国総ルに関して5位に達したと投稿しました。ボーレル氏によりまとセルビアは高所母の身分証明書、法司者の突入国総類廃止することに同意し、高所母もロイヨの承知を適用することに同意したことです。 C は高所望のセルビア人は他のすべての市民と同様に身分証明書があれば高所望とセルビアの間を自由に移動できると述べました。 高祖母北部のセルビア人が7月31日にブリシュテナで発行されたナンバーブレットの使用を休憩するという高祖母の決定に抗議するためにローロを封鎖しバーリケロを設置した時最新緊張が高まっていました。高祖母はその後8月末までにセルビアが発行したナンバーブレットと総ルを見つめ続けることに同意しました。 リービアの対立の政府はシ d s サと i d の相当省により少なくとも12人が死亡。現在の政府危機が新たなキーボーの負傷に発展する可能性がある同いう懸念が高まっています。リービアの州都ドリボリで8月27日の未明に対立するブーストクループが衝突して 激しい銃撃戦と爆発が起き、保健当局によりまとう、少なくとも12人が死亡、87人が負傷しました。以前は3つの病院が攻撃され、衝突により救急車が被災地に近接できませんでした。国連 d b r c 援ミッションは敵対行為の即時充血を呼びかけました。 国民統一政府のロッペバ首相は、トリボリー政府の都市での流血を避けるために、交渉が失敗した後、勃発してたと発表しました。リービアでの暴力ルの早期ミアと国連が支援する平和プロセスで形成された。ロッペバ氏の政府は、ファイティ・バサガ・モトナイム大臣が生きるライバル政府によって優先されています。 ご清聴ありがとうございました。